ジェーン・エアは1943年のアメリカ合衆国のドラマ映画。監督はロバート・スティーブンソン。出演はオーソン・ウェルズとジョーン・フォンテインなど、シャーロット・ブロンテの同名小説の映画化作品である。成人したジェーン自身の語りで物語は進行する。孤児のジェーンは親戚のリード・プジンの屋敷で育ったが、はっきりと物を言う性格がわわいして、 夫人に毛嫌いされ、虐いたげられた。10歳になったジェーンは、事前学校である、ローウッド学園に送られることになり、世話をしてくれたウバのベッシーに別れを告げた。ジェーンは、学園でも、反抗的だと問題児扱いされたが、優しいヘレンという友人ができた。親切な村の医師リバーズは、ヘレンの席を、心配したが、冷酷なブロックルハースト校長は、 生徒の健康を気にかけず、ヘレンは結核で亡くなってしまった。10年後にジェーンは学園を出て、家庭教師として生きる道を選んだ。ソーンフィールドと呼ばれる館に雇われたジェーンは、アデールという少女を任された。アデールは、当主のロチェスターが、フランスの踊り子から彼の落とし子だと押し付けられた娘だった。ロチェスターは、傲慢な皮肉屋だが、それは、 彼の純真な魂が傷ついたせいだと語るジェーン。ある夜、ジェーンは不気味な笑い声で目を覚まし、ロチスターの寝室の火事を消し止めた。放火の疑いがあったが、命拾いしたロチェスターはジェーンに口止めし、誰にも事実を伝えなかった。ロチスターはこびない性格のジェーンに好意を持ったが、美しいブラン首相との交際を続け、母親や友人たちと共にソーンフィールド邸に、 招待した。宴会が開かれた日の深夜、ロチスターはジェーンに血まみれの男の解放を頼んだ。怪我人はジャマイカから来たメイソンという客だったが、ロチスターは今回も真相を語らず、事件を内密に処理してしまった。ロチスターがブランュ嬢と結婚すると思ったジェーンは、ソンフィールド邸を出る決心をした。ロチスターは金目当てのブランュ嬢と客たちを追い返し、 ジェーンに求婚した。しかし、結婚式に弁護士ブリックズと共に現れたメイソンが、異議を唱え、式は中止された。ロチスターは、過去に、若気のいたり、盲目にも、メイソンの妹バーサと結婚していたのだ。精神に異常をきたしたバーサが、今も、ソーンフィールド邸に遊兵されていることを知ったジェーンは、法や道徳に従い、 愛するロチェスターに別れを告げ、館を後にした。行き場のないジェーンは、ウバのベッシーに会いたい一心で、リード家に戻り、リードプジ人の最後を見取った。破産状態のリード家の勾配を終え、ローウッド学園に勤めることを覚悟するジェーン。しかし、現状で、ロチェスターの声を聞いたジェーンは、胸騒ぎを覚えて、ソーンフィールド邸に戻った。館が、バーサの放火で焼け落ち、 バーサも亡くなったことを知ったジェーンは、失明したロチスターと共に生きることを誓うのだった。ロッテントマトズによれば、13件の評論のすべてが高評価であり、平均点は10点満点中7.79点となっている。ありがとうございます。